どうもこんにちは、作業療法士の井野です。今日はですね、介護予防体操をお伝えしていきたいと思います。今日お伝えする内容はですね、まず座りながらでも簡単に姿勢を良くすることのできる運動というのをお伝えしていきますので、もしですね、もっと体を良くしてあげたいなと、そういうお悩みがある方はですね、この体操を一緒にやっていただければと思います。それでは早速どんな運動なのか一緒にやってみましょう。では体を良くする体操ですね、お伝えしていきます。まず体を良くする上でですね、大事なこと2つあります。それはですね、姿勢と頭の位置になります。よくですね、デイサービスとかですね、施設の方にお伺いさせていただくと、こういうふうにですね、すごい寄りかかって下向いて座っている方がとっても多いです。仮にこういう状態で一生懸命足腰を動かしたり万歳したりしてもですね、やはり筋力つきづらい、もしくは姿勢悪すぎて動かすことで体を痛めてしまいますので、大事なこと2つというのは、頭を起こすことと、この寝てしまっている姿勢を起こすことにあります。これがもう完全に基準になります。なので一緒にですね、頭を起こす運動、腰を起こす運動から始めていきましょう。ではですね、まずは椅子にこう寄りかかってしまっている方は、しっかりとぐーっと背もたれからまず背中を離してみましょうか。ということで、これだけでいいです。背もたれから離して体を起こす運動ですね。ちょっとじゃあお膝にこう腕乗っけたり、こう手ついちゃってもいいので、背中を起こしてみましょう。ではいきます。せーの、1、はい、2、1、3、4、5、6、4、7、8、9、10で戻しましょう。はい、ではですね、せっかくなのでしっかりぐーっと起こしたこの状態で今度はキープしてみましょう。で、体がこう寝てしまわないように、ちょっとこう腕立ててもいいので体を起こしてみましょうね。ではこのまま10秒間キープしましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。ではこれで体がですね、寝てる状態から起きる状態ができたので、今度はここでですね、頭ですね、顔がこう下がって下向いちゃってる方は、頑張って正面を向こうと顔を起こす運動をしていきましょう。顔を起こすというのは首の筋肉です。首の筋肉が弱くなると重たい頭が支えきれず下向いてしまいますので、やはり首の筋トレっていうのが絶対に大事になってきます。ということで正面を向けるようにしていきましょう。ではいきます。せーの、1、戻して、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、そしたら顔を上げたままちょっとキープしてみましょう。このまま10秒間、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と。はい、ではですね、なるべくこのままどんどん体をキープ、維持していきましょう。どうしても維持する力ですね、支える力が弱くなっているから頭が下がったり、背中をついてしまったりするので、維持するというだけでもとてもいい運動になってますので、この状態をキープしていきます。そしてこの状態をキープしていただいた次にですね、顔をですね、まっすぐ向けたまま右向いたり左向いたりと動かして、左右を向くように動かしていきましょう。この左右を動かすと首の横の筋肉ですね、こちらの筋肉は頭がこう下がらないように横からこう支えてくれる大事な筋肉なので、左右を向くことでこの横の筋肉を鍛えていきましょう。もちろん顔をまっすぐ向けたままやっていきます。ではいきます。せーの、左右に向けていきます。これで1、2、1、
顔が下がらないように、さーん、しー、い、ごー、お、ろーく、しー、じ、はー、じ、きゅう、う、十、うと。はい、OK です。このようにずっとキープする運動ですね。これ結構衰えてる方には大変なので、休憩挟みながらでも OK ですから。では続いてですね、じゃあこういう顔が上がって、そして背もたれからも体が離れて体も起きている状態で、いよいよ運動を行っていきます。では、手をですね、後ろでこのように組んでいただいて、そしてですね、ぐーっとですね、背中からこう離すと同時に胸を張ってしっかりと背筋を起こす筋肉を鍛えていきましょう。では、いきます。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、そしたらこちらもですね、支え続けるためにキープします。このまま10秒間、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と。はい、では戻しましょう。はい、ではですね、今このように体がどんどん伸びる運動を行っておりますので、今度は体が潰れないための腹筋の運動というのを行っていきます。まず腹筋、体が潰れないためにはこのくびれの筋肉ですね、腹斜筋という、こちらの筋肉が大事になります。こちらですね、まずこう腕を構えていただいたら、こういうふうにですね、アッパーをしてください。ですね、右手だったら左に、左手だったら右にというふうに、対角線上にこうアッパーをしていただく。まあ、そうすると勝手にこうお腹がこういうふうにですね、ひねる運動が入ります。ひねる運動をすると腹斜筋が働いてくれますので、今からこのようにボクサーをイメージしてアッパーをしていきましょう。ではこちらはですね、20秒間かかりますので、20秒ずっと動かし続けていきます。このようにですね、腕だけにならないようにしっかりと体の向きもしっかりと変わるようにやってみてください。では行きます。用意スタート。では20秒間しっかりと対角線に向かってこうアッパーをしていきましょう。お腹がこうねじれる感じですね。ここが硬くなる感じをしっかりと出して体を強くしていきましょう。重たい上半身が潰れないための腹筋の運動になります。しっかりとアッパーしていきましょう。はい、OK。ストップします。はい、そしたらですね、今度は背筋、背中ですね。体が前に倒れてしまわないように起こしてくれるのが背筋の運動になりますので、今からですね、床に手を伸ばして、手が届かなくてもいいです。手を伸ばして、そして体を起こす。起こす運動が背筋の運動になりますので、こちらは10秒、10回行きましょうか。では、行きます。手を伸ばして、はい、体を起こす。これでギュッと胸張ってください。これで1、せーの、2、せーの、3、4、5、6、7、8、9、10と。はい、戻しましょう。さあ、ここまでがですね、姿勢が、良くなってくるための運動になります。この後はですね、今の運動を通して全部行っていきたいと思いますので、ご興味ある方、このまま最後まで一緒に運動をしていきましょう。それでは早速やってみましょう。ではですね、今からですね、先ほどの運動を通して行っていきます。では、このように背中を離す運動を20秒間行っていきます。用意、スタート。
はい、では背もたれついてる位置から起こして戻していきます。人によってですね、支えるのが大変な方は肘をこうつくようにしていいですし、手をついてもいいので、背中に寄りかかる姿勢から起こす姿勢をちゃんと作っていきましょう。20秒間動かしていきます。はい、 OK です。はい、ではこの起こした状態で今度はキープ、20秒間キープしていきます。用意スタート。はい、ではこのままですね、ただ座ってるように見えてますが、しっかりとこう猫背にならない、こういう起きた状態でのキープになります。このまま20秒間ですね、ずっと体を起こし続けてみましょう。この時もこう腕支えてもいいです。余裕がある方はなしで、ね、やってくださいね。体を支え続けましょう。はい、 OK です。ではこの状態で今度は顔をまっすぐ向ける首の筋トレをしていきます。ではいきますよ。用意スタート。では20秒間ですね、下向いたり上向いたりと動かしていきます。天井を見る必要はありません。まっすぐだけで OK です。下からまっすぐです。いきましょう。しっかり首の筋肉を働かせていきます。さあ、反復して動かしましょう。はい、 OK です。ではこの姿勢をキープしたまま、顔をまっすぐ向けたまま左右に動かしていきます。用意スタート。では左右に顔を動かしていきましょう。あまり早く動かしたと目が、ね、回ってしまうという方もいらっしゃるので、ゆっくり自分のペースでいいです。20秒間動かし続けていきましょう。首の横の筋肉が強くなってきます。はい、 OK です。さあ、そしたら今度は背中の後ろに手を組んでいただきまして、引きながら胸を張って背筋を起こす運動をしていきましょう。ではいきます。用意スタート。はい、では20秒間ですね、起こして戻して、起こして戻してと、しっかりとぐーっと胸張っていきましょうね。なかなかこの背筋の力が弱いと腕後ろ引くのも大変だと思うんですけど、これはしっかりと腕を引こう引こうと力を込めてください。はい、OK。ではそのままですね、20秒間キープしていきましょう。ではいきます。用意スタート。はい、ではぐーっと20秒キープしていきます。これでしっかりと胸を張る、背筋を起こす筋肉を働かせ続けていきましょう。さあ、これも疲れてきたら休憩挟みながらで OK です。はい、戻しましょう。さあ、そしたらこれで体が起きてきたところで、今度は対角線上に向かって下から斜め上にアッパーをする運動を20秒間いきます。用意スタート。はい、ではしっかりと腕だけではなく、この体のこのひねりを入れながらアッパーをしていきましょう。腕をぐっと斜めに持ち上げることで、この腹斜筋ですね、くびれの筋肉がしっかり働いて、そして支える力に変わってくれます。体が崩れないようにしていきましょう。この間は、はい、OK。この間も体が、丸まらないように起こすことを意識してくださいね。はい、では最後はですね、手を床に伸ばして胸を張る運動で背筋を強くしていきましょう。では行きます。用意スタート。では床に手を伸ばして胸を張る。床に手を伸ばして胸を張っていきましょう。でこの時ですね、注意事項としては、床に手を伸ばして後ろにこう背中をつけるような、こういう運動でなく胸を張るような運動を心がけてやってみてください。はい、 OK。 はい、以上でですね、姿勢を良くして体をですね、効率よく向上させるための椅子に座ってできる運動をご紹介させていただきました。このようにですね、やっぱり姿勢のところがとっても、基礎というか大事になってきます。どうしてもですね、こうやって寄りかかってずっと下向いて、寝てる方、もしくは お休みされてる方って結構いらっしゃると思うので、これをやっぱり変えていかないと、良くはなってきません。ぜひこういう小さいところから一緒に良くしていきましょう。それではですね、今日はこれで終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。